グル,グルカ兵、グルカ兵、グルカ兵、ゴルカとは、ネパールの山岳民族から構成される、戦闘集団の故障である。一般的に、ネパールのグルカ族出身者で構成される、山岳戦、白兵戦に非常に長けた、戦闘集団であると考えられているが、実際には、グルカ族なる民族は存在せず、マガール族、グルン族、大族、 リンブー族などの複数のネパール山学民族から構成されている。また、グルカとは、ゴルカ、サンスクリット語発音、ガウロク社の英語なまりであり、イギリスが、A、ネパール戦争当時、ネパールのことをグルカと呼んでいた、当時のネパール王国を死していた王朝が、ゴルカ朝だったことによる。なお、グルカの意味は、牛を守るものである。世紀、ネパールと、 イギリス東インド会社軍との二度にわたる戦争 A、ネパール戦争の停戦条約が締結される際に、ネパール産学民族特有の勝負の希少と、白兵戦能力、宗教的な制約が小さい点、ヒンドゥー教徒のインド人は、宗教的な制約が多いため近代戦の兵士に向かず、運用に不自由をきたしていたに目をつけた、イギリス東インド会社は、グルカ兵が傭兵として、 同社の軍に志願することをネパールに認めさせた。その後、セポイの乱が発生すると、ネパールは一万四千人のグルカ兵を派遣し、イギリス軍が行った鎮圧戦で大きな戦力となり、後に発足した英印軍では、宿教とムスリム系インド人、パシュトゥーン人などとともに重要な地位を占めた。その後も、第二次世界大戦においては、 日本軍とも交戦したほか、イギリス連邦占領軍として、日本の占領任務や朝鮮層にも従事した。以上の歴史から、イギリスやイギリス連邦諸国とのつながりが深い。イギリス陸軍には、グルカ兵からなる、グルカ旅団があり、2005年現在、イギリス軍に従軍している、グルカ兵は、約3600人である。非常に有なことで知られ、フォークランド紛争など、 イギリスが関わる戦争や紛争地域への派兵で先遣体として派遣されることが多い。フォークランド紛争時にはグルカの兵が攻めてきたと聞いて逃げ出すアルゼンチン部隊もあったという。イギリス本国や植民地1997年以前の香港、ブルネイなどのイギリス連邦諸国に駐屯しているほか、マレーシア軍、インド陸軍、アメリカ海軍、 シンガポール警察にも雇用されている。このように現在もイギリスの信頼は非常に深く2004年にはイギリスのブレア首相によってイギリス軍で勤務したグルカ兵は完全なイギリスの市民権を付与されるようになった。一方で冷戦の終結によりイギリス軍の部隊縮小計画で若いまま退役したグルカ兵がシエラレオネ内戦などの紛争で傭兵として 参加していることが問題になったという、後日の特集番組の報道。クルカ兵は、山岳民族特有の小柄な体格、150センチメートル前後の持ち主が多い。性格はモ猛かつ貧瘍であることを求められる。体力差については、イギリス本土の白人兵士との徒競争において、平地では大柄な白人兵が優位であったが、傾斜地でのそれでは、白人兵は、 グルカ兵に全く歯が立たなかったとされる。NHK の特集番組では、訓練教官が射撃姿勢に移るまで0.5秒で終わると証言している。ヒマラヤでの山岳ガイドを行うシェルパ族には、元グルカ兵という経歴のものがしばしば見られる。グルカ兵は、くくり、グルカナイフなどと呼称される、刀身が内側に湾曲した独特な形状の刃物を携帯しており、 イギリス陸軍グルカライフル連隊では舞台衣装に使用されている。また、ネパールはカースト制が緩やかなため、食事などに関するタブーが少ないことも近代的な兵士に向いているという。グルカ兵への登用は非常に狭き門で、小学生程度の子供の頃から格闘技や英語等の基礎教育を受けさせるための専門学校もネパール国内に存在する。また、 グルカ兵は、徴兵制でも志願制でもなく、イギリス軍のスカウト部隊が山村を巡回する、方式をとっている。退役したグルカ兵は、雇用契約により、ネパールへ帰国させられるが、軍の年金だけでは生活できずビジネスを始めたり、民間軍事会社の契約社員として、現役復帰を果たし、自ら紛争地域に向かう者もいる。現代では、 グルカセキュリティガーズをはじめとして、グルカセキュリティグループと呼ばれる大規模な民間軍事会社が形成され、世界中にグルカ兵を派遣しており、実質上の傭兵派遣業となっている。これらの会社を経営しているのは、主にイギリス軍やローデシア軍などに所属していた白人将校である。民間軍事会社では、月給1000ドル以上の高級で働くことができる。 国民一人当たりの年間の GDP が1200ドルしかないネパールではかなりの高級食である。また、幼少期より英語と軍事の教育を受けているグルカ兵は指揮命令において英語で意思疎通ができ、軍の規律を遵守するため世界的にも徴用されている。英領インド陸軍時代の階級と現在英国陸軍の階級、楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。